今日が卒業公演かなって思っちゃうくらいね、感極まるじゃないですけど。寂しいな。なんか楽しいけど寂しい気持ちが勝ってました、ずっと。今日はハーフツインでした。もうしてまーす。もうしてまーる件について話し合いましょす。うわ、アイス何個食べてんの今日。フチアイス今まあ、日めっちゃ食べてまーす。3個目？実質3個目。キモ、今の俺キモ。自覚？してあげないと。お、リアルとオンラインをポチポチしてた。そうなんです、皆さん。なんと、ポチポチ。なんと今日からね、なんとね、握手会とオンラインお話し会と写メ会の申し込みが始まったんですって。キャピキャピキャー、二次受付が始まったんですって。皆さん、キャー。始まってしまいましたよ、皆さん。二次受付。ナイスナイス。こんばんお待ちしております。お、渚最高聞きました。え、バスケは史上初のワールドカップ勝利となる。え、今日で決まるんですか。やば、見てる？バスケ見てないな。あんま分からん。見てないけどすごい好き。こっちはアイスもう食べてます。私は食べてない。こんばんは、皆さんありがとうございます。今からポッピングシャワー食べるよ。いいな。でも舞台監督さんというか、それ？それじゃない。それはハーゲンダッツ。やばい、これは食べるしかない。で、マイちゃんと一緒に食べようと思って、もう持ってきた。だから、まずは、ジョの、え、その、フチさ、ちょっと見といてくれへん、マイの。あ、でも置かれへんわ。今日はもう始めてるよ。はい。ちょっとフチさ、皆さん一瞬フーワに配信預けます。ちょっと待って、だってフーワ、ハーゲンダッツ、マイちゃん食べようと思ってこれ我慢してこれしたのに。我慢じゃないけど。じゃあ、あんた何個食べんの、アイス今日。なん3で？つ目やろ、あんた。パピコ2個いや、食べなんてかない。ね、食べたけど、パピコは2つで1つですから。2個食べてるやん。食べ方。いや、やば。いや、やば。それ彼女やったら萎えるわ。あ、初めてマイって握手会行きます。やったー。してます。ねえ、なんで手持ちなの？ ねえ、なんで？置くとこがね。置あとこう。12周年の円盤届きました。お、ちょっとこれ動かしても大丈夫すでいすか？まあせん。りがとうございます。ちょっとこの棒が、この音嫌いな人すみません。マイティ、これ。マイティ最近マイティっていうのにハマってます。え、アイス食べたいな。取ってきたら。え、いいの、ハーゲンダッツ食べて。一緒に食べたかった。だけど、もう持ってこい。あったもん。何個もある。え、ちょっと一オッ瞬。ケーオッケー。はい。もうそっちチャンネル、口に。皆さん、調子はどうですか？私はね、今、ラーメンとチャーハンが食べたいけど。でけえ女らかと思った。 じゃあ、皆さん、今のうちに。今日は握手会も来てください。こんなにマイティーと仲いいのに、あんまね、表に出してないけどね、マイティーとめっちゃ仲いいんですよ、実はね。めちゃくちゃご飯行きますから。てか、もっちゃんの次に行ってる、ご飯一緒に。そうなんですよ。平山選手、世界新記録となるか。早っ。ありました。うわ、もう久しぶりに食べた。お待たせしました。こんばんは。あ、ケンジさん、クマありがとう。アミちゃんもクマありがとう。実は仲いいんですね。もうめっちゃ好き。あ、マジ？うわね、もう、もう、美味しいんだから。結構今広げたの、ふわやからな。前はもうだけで終わろうとした。え、チンした？これ、めっちゃ硬いねんけど。え、それな。でもちょっと立ったから。ちょっと。あ、いた。
ゆでいけました。もうってちょっと柔らかいからね。なんでマイティと仲いいの隠してるの。マイティあんまりね、あのあれあれ、なんか付き合った恋人とかを SNS に上げないタイプ。なんでだよ。付き合った。そういう感じです。ああ、なるほどね。言っちゃえば。はい、言っちゃえばそんな感じ。秘密主義ってこと。めっちゃ硬い。硬すぎてる。だからほらみたいにこうガス。あ、噛む？うん。わ。このクリーミーさがね。たまんね。美味しいんですよ。皆さんは握手会いつ来てくれるんですか？いつ何月何日南部に来てくれるんですか皆さん。その南部のいつ来てくれるんですか。南部のその時間詳細です、うん、いつ来てくれるのかもう端から端まで教えてください。なんかするコスプレ。まだ出してないんだよね、うん、今回はもう秘密主義でいくか。もうなんで秘密主義でいくか。もう、うん、か三次受付かから服装出すか。でも私握手会はいつも出してないですよね。オンラインはね出してたりしてたんですけど、どっちがいいのか分からなくて。握手会ってコスプレするの？握手会はね、まだちょっと分かんない。けっ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 て見せてよ今から。まあまあシークレットでもいい。あ、根本さん結構コスプレね、やり尽くしちゃってまだ迷ってるんですよね。むずいよな服装って。なんかこの服装やから行くのやめようっていうのもいらっしゃると思う。逆にね、逆にコスプレ嫌いな人もいるから。そうそうそうっていうのもあるし、で元はそういうの出す文化なかったんよね。あ、そうなん？で誰か先輩言うてはった気がする、うん、あった方が、まあどうなんやろ。試し試しで行ってみようかなと思ってます。試してがってんの。もうお、幕張メッセの福祉会取りました。やった。わ、もうかそう。どっち？あ、そう。あ私はどっちも好きです。あ、どっちも好きです。モーさんもソーさんも好きです。せこい女だ。うん、美味しい。公園割りナイスはね。食べ物の差し入れ。そうですもんね。そうはね、あの部活終わりに食べるのが一番美味しかった。確かに、あのシャリシャリ感もいいね。うん、あ、やば、みちゃん、まあ、ありがとう。平坦って考えない。近く過敏です。まあスーパーカップも捨てがたい。もう3大ですよね。乳脂肪が多いやつがいいですね。だからミニストップのソフトクリーム大好き。マイティって表情見たらどんだけ美味しいか分かるから言う。やばい、もうこれ毎回オーバーリアクションにしなあかん。表情で、お疲れ様でした。はい、表情で分かってまう。ふわのマイティは全力で顔で表現するタイプで美味しい、うん、顔になっちゃうの。なんかうんうん、ふわもしけしけた顔。なんかそれ、ふわその分からん顔、このどっちみたいな顔するんです。マジでめえ。そうそう。結果ね、毎回こうやってえってか、そう、えなんか、えなんかやばいの入ってるみたいな顔するんです。マイティは行きます、うん、ご飯行った時とか、うん、うわやばいってこれみたいな。お疲れ様です。で、ふわはすごい、マジみからさんの手の振り方が上手すぎる。かっこよすぎる。で、マイティにおいしいおいしいと言って、マジ、うん、そう、これ分からんくないこの顔。やばい、なんかどっちのやばいみたいな。でも大体おいしいんですよ、この顔で。はい、うん、マイティのご紹介顔忘れた、追加します。
みちゃん拗ねちゃうんだからね、そういうの結構。え、ファンの人にさ、うん、拗ねる？怒る？めっちゃ怒る。嘘嘘。内心メラメラしてるから。うわ、なんか違う人のうちを持ってるやん。みたいな。うん。めっちゃ睨んじゃう。と、あ、出ちゃうタイプね。なんで？遠回しに言うけど。うん、めちゃくちゃ重いわ前。めちゃくちゃ重いのはフーアにも言ったことないかも。うん、めちゃくちゃ重いんです私って実は。マジ？内心ね。めちゃくちゃ重いんです。内心めちゃくちゃ。そう。なんかさらっとしてそうな人が一番こってりしてるんです。今日は例えばみんなが前がみんなのことを責めたからみんなが日にちを言ってくれてる。いついつ行くって。なんか例えば好きな恋人がいるとします。うんうん、誰さんとなんか誰かをとなんかちょっとよそ見してました。うん、なったらどういう感じ？マジで無理。どういう感じ？怒る？いや最初はちょっとなんなんってちょっと冗談マジでに言うけど、うん、内心もごっつ燃えてるからごっつメラメラ怒っちゃうかも。確かにフワでもな、フワは泣いちゃうタイプ。そういうの人にの苦手やねんな。泣いちゃって自分の気持ちをセンスなって思っちゃうから、フワはそこあもういいよってなっちゃう。あこんばんは。結局服装関係なく、そう服装とかじゃなく結局ね何着てても楽しませれる自信はありますよ。うん、おもろいこと言っちゃうよ。何話しちゃうよ。おもろい話しちゃうよ。原山ちゃん、原山ちゃんってあれ、原山ちゃん、原山ちゃん、明日明日かな。うん、好きな服装というか好きな人の服装は何でも好きやから告知ありでもなしでも OK です。いいこと言ってくれますね。嬉しい。確かに好きな人の服装ってねいいですよね。似合ってたら何でもいいよね。うん、でもその存在に会いたいから、うん、何着てても可愛いかっこいいみたいになるじゃん。美味しい。こんばんは。あ、ガツンとみかんとかもいいね。うん、あのアイスボックスのぶどう大好き。あ、今アイスボックス買って食べたことないの。え、やばい。あ、あさとくん取って食べたことあるの。どういうこと？盗んだ。なんか誰かなんで誰か友達のやつもらうってなってんけど、なんか自分で買おうとは思わへん、思わへんかった。なるほどね。こんばんは。確かに空腹でアイス食べたらちょっと、まあ、空腹で恋愛するなっていう曲がある通り、うん、え、めっちゃやってみたいね。わかる通り、B2 の曲かか通り。今日インスタあげるので皆さん見てくださいね。あさとくんいっぱい熊ありがとう。アイス4個目食べるよ。けどなんかそのなんかアイスじゃなくてそのご飯が食べたいなと思って、うん、みんなご飯食べさせて、プチにみんな食べさせてあげて。マイティと焼肉行く約束ずっと前からしてんのに行けてないんですよ。
ね、まいちゃん握手会10割で、え、まい10割ってこと、それほんまにそれまい、まいが10割ってことですか、それは。あ、渚さん、あ、違います、あの、あれ、あれ取りたくて、あ、そうです、ちょっといいですか、でもいいよ、じゃ、もう一緒に、一緒に、はいはい、一緒にランキングランキングそう、渚さんと取りたいものがありまして、言っちゃった、あ、でももうね、あれなんで、ちょっとランキングを、渚さん、はい、ランキング読んじゃってください。見ますよ、じゃあ、もう終わる、でも、でもそうそう、返される時間ですそろそろ返されちゃうので、じゃあ、そうです、13位、みそたくありがとうございます、13位、12位、パンチョさんありがとうございます、11位、ゆっきーありがとうございます、10位、のののさんありがとうございます、9位、山田さんありがとうございます、8位、キムケンさんありがとうございます、9位が、あっちゃん、7位、リーさんありがとうございます、この1回いくのなんですか、1回6位、杉戸さんありがとうございます、5位、安部さんありがとうございます、4位、ケンジさんありがとうございます、3位、神奈川奈美ちゃんありがとうございます、2位が秀元さんありがとうございます、3位が浅戸くんありがとうございます、1位がカズさんありがとうございます、第1位、あ、4分経った、まだ時間経ってないじゃん、あ、経った、はいはい、ねえ、皆さんありがとうございます。今日は渚さんの生誕祭、はい、ありがとう、楽しかったですか、楽しかった、泣きすぎて引いてるけど自分でもうなんか踊られへんくてさ、なんかこうやってステップ踏んでチャン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 ってやるとこだ、もう歩いててずっとエンドレス、なんか抱きしめちゃうところ渚さんずっとずっとこんなえ、そうなんすよ、カリンさんとアウトロのところらへんずっとね、コッパのところそうそうもう確かに、あの最後生誕祭のスピーチもあ、これ絶対泣くって思ってすぐ泣いてましたね、渚さんそうやね、もう嫌や、声が震え始めてましたもんいやでもほんまにいい、楽しかったです、私たちも、はい、ありがとうございました、渚さんのあだ名が決まりました、何なんでしたっけ、ね、あ、あ、お疲れ様です、あ、お疲れ様でした、ナッキータン、ナッキータンです、クワタンとユッキーだけが呼べる名前、はい、なるほど、2人合わせて、はい、ナッキータン、言いにくないですか、大丈夫ですか、ナッキータン、ナッキータン、あ、すいません、ナッキータン、ちょ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 、ややこしすぎまして、明日のことなんですけど、冷蔵庫にプリンあるから食べてみて、お、ありがとうございます、そうやそうや、たくさんからも、いっぱいだ今日、じゃあいっぱいだったか、それでは、はい、渚さんでした、ありがとうございました、ナッキーさんでした、ナッキー私読んだらあかんのか、渚さんでした